そう、2つ、はい、ちょっと今更なんですけども、あの先週の土曜日の維新の勉強会、安保の勉強会の中で、維新案とそれから、代表の、あ、ごめんなさい、顧問の考えているところの違いっていうのをちょっと明確にもう一度教えてほしいんですけれども。全然違いますよ。あれ微修正でなんて言ってること自体がおかしいって、またメールほぼ一致したというふうに皆さん答えてました。あ、そうそう、あの最後はまとまりましたよ、方向性は。でも元々の考え方に開きはなかったとか、単純な微修正だっていうのは全然違うと思いますよ。文言としては微修正かもわからないけども、もう考え方とかその打ち出し方っていう、まあ、要はその案としてね、こういろいろ党の中で議論してきたのはわかるんだけども、メッセージのその出し方っていうか、それはもう全然違うでしょと。だからやっぱりね、その辺ね、維新の党でやっぱり今決定的に欠けてるのはメッセージの出し方だと思いますよ。で、存立危機事態概念ね、あれを前提にするなんていうのはもう致命的です。維新の党の独自案なんかになりませんよ。で、維新の党の対案といって、みんなメディアの皆さんが報じてくれたのは、政府与党が出した存立危機事態概念にね、我が国が外部から武力攻撃を受ける明白な危険、まあ、切迫性があるとかなんとかっていう文言を付け加えただけですよ。ベースは存立危機事態概念でしょ。女の独自案でも何でもないっていうことですよ。そしたらみんな国会議員は、あ、そうですか、まあそこはいろいろ議論して、まあ、要は存立危機事態概念というものを一から作り直そうということ。存立危機事態、もう存立危機事態という言葉はもう使わない。僕はね、これね、何を間違ったかと言ったら、憲法の解釈の中で、要は我が国が武力攻撃を受けていなくても、まあ、他国が武力攻撃を受けたとしても一定の場合に自衛権の発動があるっていう、これは憲法解釈の論理過程の中でそういう文章になったとしてもね、それをそのまま自衛隊法の法律の構成要件にするっていうのは、こんなバカなことは普通しないわけですよ。あれはあくまでも存立危機事態のあの考え方っていうのは憲法解釈の論理の話であって、どういう場合に自衛権を発動するかっていう要件としてはあんなの抽象的すぎるわけですから。だからもっと目的で、もともとこれなんでこの議論が出てきたかっていうスタートから、これスタート何なんですかっていうところから僕はあの勉強会で言ってね、一番のポイントは公海上の米韓防護ですよ。公海上の、いや、これなぜかって言ったら当たり前の話で、今日本の国一国だけではもう安全保障、これやっぱり悲しいかな、一国だけで今日本は守れないんでね、現実だから。アメリカ軍にも協力してもらわなきゃいけない。それから場合によってはオーストラリア軍とかも加わってくるのかもわからない。だからチームワークで日本の防衛をしっかりやっていきましょうっていう、この時代に入ってきた時に、単純な話ですよ、日本のために一生懸命、日本の防衛のために活動してくれたら、アメリカ軍とかオーストラリア軍がもし何かあった時に日本が何もサポートしてくれないってなったら、本気で向こうチームワークで日本の防衛なんかやってくれないじゃないですか。だから安倍さんの考え方は、総理の考え方はそういうことを念頭に置いて、やっぱり行ってその日本のために協力してくれてる米軍とか、まあ、場合によってはオーストラリア軍とか、そういう軍に対して一定サポートしなきゃいけないよねっていうところが、もともとの安保法制項のね、4つの事例の中で、後方支援の話とこの米韓防護の話で、弾道ミサイルの話はもうなしなし、 PKO の話も抜きにすれば、もともとあの公海上のアメリカ軍の米韓防護のところからこれスタートしたんだから、そしたらそこだけをきちんと守れるようなね、自衛隊法の法律の要件にすりゃいいんですよ。それはだから日本の存立危機というのがあろうがなかろうがという、違う違う、それで要件を例えば設定するときにね、武器等防護の90、自衛隊法の95条の2の新設のあの条件っていうのは、日本の国の防衛に資するね、現に日本の国の防衛に現に資する活動をやってるとか、従事する活動をやってる他国の軍隊、こういうところに攻撃があった場合には武器使用権限ができるって、まあ、そういう95条の2になってるんだけど、まあ、そういうことを用いてね、例えばその日本の国の防衛に資する活動、まあ、現に資する活動をやってくれてるね、その他国の軍隊、まあ、それも今維新の党で議論してるのは条約に基づきっていうのを入れようっていう話になってると思います。僕はそれは賛成です。条約に基づいて日本の国の防衛に協力してくれてる他国の軍隊、そういうところに攻撃があった場合ね、でさらにそこに攻撃があるだけじゃなくて、やっぱりあの憲法解釈のことを考えると、そういうところに軍隊に攻撃があって、我が国に対する外部のその武力攻撃
の、 その切迫性がある場合、これが2つ合わさった場合には、自衛権の発動ができると。でそれはなぜですかって言われたら、あの存立危機事態のあの論理になるわけですよ。要は他国に対してその武力攻撃があったとしても、我が国の国民のその権利、財産、まあ、そういうものが根底から覆される危険があるから、まあ、自衛権発動できますよねと。あれはだから憲法論理の話は存立危機事態の話であって、どういうケースですかっていうのは、これは法律できちっと明示してなければいけないわけで、あそこで他国の、我が国と密接な関係のある他国っていうふうにやってしまったら、じゃあそれこそインドはどうなんだとか、パキスタンはどうなんだ、どこの国はどうなんだって、もうその議論に全部なってってしまうでしょ。で他国の国ってなったら、じゃあそれは他国の、我が国で密接の関係のある他国っていうふうにやってしまうと、じゃあ一般の商船はどうなんだ、民間の船はどうなんだ、民間人についてはどうなんだとか、外国人についてはどうなんだって、もう議論がどんどん広がっていってしまうんで、もうそれはもともと議論、この議論の出発点は、日本の国の防衛に協力してくれてる他国の軍に対しては一定配慮しないと、チームワークとしての日本の防衛ができなくなるでしょっていうところからスタートしたんだよね。だからそこはきちっと明示したらいいわけですよ。でさらにそれだけじゃなくて、我が国に対する武力攻撃のその危険性、切迫性がある場合ということを付け加えれば、まあその場合になぜ自衛権が発動できるんですかといえば、我が国の国民の権利、財産が根底から覆される明白な危険があるからだっていうような、そこは理由の話でね、存立危機事態のあの概念を。だから法律の構成要件の話とその理由の話がごっちゃになってしまって、理由の部分を法律の構成要件に持ってきてしまったから、まあもうえらいもう国会になってしまって、この国はどうなんだ、この場合はどうなんだ、あの場合はどうなんだって散々なってきたんでね、そこはもう明確化しましょうと。だから今ちょっと話を聞くところによると、条約に基づいて日本の国の防衛に資する活動、なんかもうちょっとそこ限定が入るのかな、そういうことをやる他国の軍隊と。そうするとそれはアメリカはもうもちろんこれは日米同盟があるんで入りますけども、オーストラリアの場合も単純に入るんじゃなくて、条約上の義務を負ってくれたね、そういうオーストラリア軍というようになるわけですよ。でそれも現に日本の防衛に資する活動をやってくれる。でそこに今周辺なんか地理的概念が入ってきて、条約に基づいて我が国の周辺でっていう言葉も入ってきてました、今の途中経過では。まあ、そうやってきたら明確じゃないですか。でそれ言ったらね、多分多くの国民はね、さあそうだよねと、条約に基づいて日本のために防衛活動をやってくれてる軍隊にね、攻撃があった時にそれは何らかのサポートするよっていうことを言ってあげないと、チームワークとしての日本の防衛力強化にならないでしょうと。だから何のためにやってるかって言ったら、他国を防衛するためじゃなくて、日本の国を守るためにチームメイト、まあ、チームの一員をね、ある意味ちょっとサポートすると。でもそれは根底には日本の国に対する武力攻撃の切迫性っていうものもなければダメですよっていうことを入れればね、日本の国の防衛のために他国の軍を一定サポートするっていうことで、僕はこれはね、憲法解釈の中でも合憲だと思いますよ。多分この法律、きちっとその法律構成要件を明示すればね、それを集団的自衛権とか個別的自衛権とは言わないというところも前回勉強会で決めました。それは集団的自衛権なのか個別的自衛権なのか、そんなカテゴリーはいらないと。要はこの法律構成要件が憲法に違反してるかどうかっていうことを憲法学者に示せば、これは違憲とは言えないよねっていうふうに僕はなると思いますけどもね。だからもう全然今までの維新の党が考えてた存立危機事態概念にちょっと文言修正をするやり方とはもう大幅に考え方も全然違うし、思想や論理が今回明確に現れるような、そういう法律の構成要件になると思いますけどね。でまあその日本の周辺ということで、やっぱりホルムズ海峡なんか認めないということになると。ホルムズ海峡は別に存立危機事態概念入れなくても個別的自衛権で対応できるから、それはだからあえてあれ、やっぱり僕ね、今回の政府与党案で失敗してしまったのは、ホルムズ海峡の話を含めるために存立危機事態概念を持ち出したからですよ。だからホルムズ海峡を入れるために、ホルムズ海峡の機雷掃海入れるために、この存立危機事態概念入れてしまったら、存立危機事態概念があまりにも風呂敷が大きすぎるんだよね。でだって安倍総理も言ってるわけじゃないですか、一般派兵はダメですよと。で例外がホルムズですよって言ってるんでしょ。念頭にホルムズしかないんだったら、ホルムズの場合にはもう個別的自衛権の範囲でね、これ対応しうると。で今までは外務省の見解では、それは個別的自衛権では難しいとかなんとかって言ってるけれども、
小林教授、長谷部さんと一緒に反対してたあの小林さんね、あの方はホルムズ海峡は個別的自衛権の範囲内でってことを言われてるわけですよ。なんかに、ね、書かれてますよ。それでいけるんですよ。あのそういう憲法学者の考え方もあるわけで、もちろん何でもかんでも個別的自衛権の発動はできませんよ。それは相手方の攻撃の意思とか日本だけをもう狙い撃ちにしてきてのね、嫌い不説なのか、いろんなその要件があった上で、場合によっては場合によっては個別的自衛権で対応している範囲だと、あえて存立危機事態概念なんか持ち出さなくてもね、それはあの小林さんももう明言してるんだから、多分今回維新の党が出してくる案というものに関しては、僕は憲法学者は違憲の反対、違憲の話はしないと思う。だから民主党がものすごい無責任なのは全部反対でしょ、民主党は。そしたら今言ったように日本の国のために条約上ですよ、一生懸命防衛に協力してくれてる他国の軍隊に対して攻撃があったとしても、一切それは知りませんという態度をしますというメッセージになってしまうんですよ。そんなので日本の防衛力なんか強化できないじゃないですか。だからあれは何も今回存立危機事態概念というものを持ち出して、我が国の日本国の単独の防衛力を強化する話じゃなくて、チームワークを強化しましょうという話ですから、メッセージを出せばいいんですよ。何かその他国の軍隊、日本の国に防衛に協力してくれてる他国の軍隊に何かあった場合には、まあ、一定の要件はあるけれども、ちゃんとこっちも反撃をしますよっていうことをちゃんとメッセージ出してあげれば、チームワークっていうものは機能すると思うんですけどね。それはもうあくまでも日本の国の防衛のためです。日本一国だけではもう防衛できないっていうのは厳然たる事実ですから、チームワークで日本の国を防衛していこうと思えば、そこの同じチームのメンバーに何かあった時には一定の要件の下でちゃんとサポートしますよっていうところはね、僕は憲法9条の自衛の範囲だと思ってますけどね。まあ、その一方でその維新の中には法案化に関しては、まあ、ちょっと慎重な意見もあるようですけども、それはもう党の運営 ですから、それはもう執行部とかそういうところに任せるところですけども、維新の党の独自案ということを言ったのにね、存立危機事態概念にちょっと文言修正をするぐらいで独自案なんて、そんな情けないことはってことで、僕はこんなの明確に反対だと、もうこんなの全然対案になってないというふうに言ったんですけども、まあ維新の党としては僕に言われてね、それなんか直したとかいうの面白くないのか知らないから、面白くないのかもしれ、面白くないと思ったのか微修正で済んだとかなんとかって言いましたけども、いや最初に出てきたその党の案なんていうのはこんなの何にも国民に伝わらなかったと思いますよ。存立危機事態概念に、武力攻撃の切迫性がある場合って、そんな文言を入れただけでは国民何の違いか分かんないですから。じゃあその辺の思想が入れば、別に法案化にはそれほどこだわってない、法案化として提出することには、いや提出はしなきゃいけないとは思うけれども、やっぱりここは僕は維新の党としては最大のチャンスでね、維新の党が独自案出せば、自民党政府与党案と維新の党案がもうこれがこんだけメディアが注目してくれてるんだから、2つの案が出てですよ、であれ維新の党の案を出すと、この維新の党が答弁者に立って、自民政府与党の方、政府いや与党の方からいろいろ質問を受けるわけでしょ。この時に思想がきちんと出ればね、僕は維新の党が大きく伸びるチャンスだと思いますけどね。だから総理の元々の問題意識、それをもっと端的に法律要件に書けばよかったのにね、総理の問題意識を実現しようと思って存立危機事態概念なんていうものを作ったのは失敗だと思ってます。あれ作ったのは多分政治家が作ったんでしょ、与党協議の中で。だから総理はこういう問題意識があって、ここを解決したいからっていう問題意識があった、それはもう米韓防護、それはもう同じです、公開上の、まあ、単純な公開上の米韓防護というか、なんていうんですか、日本 その防衛に関係のないそのアメリカの艦隊を守るなんて、そんな問題意識ないですよ、憲法9条だったら無理なんで。日本の国の防衛に協力してくれてるね、そのチームメイトですよね、チームの一員に対して、それはやっぱり配慮しないとチームワークができないでしょっていうのは元々の総理の考え方だったと思うんですよ。だからそれを単純に法律の構成要件にして、憲法に照らしても問題がないように条文化すればよかったと思うんですけど、存立危機事態概念っていうのはもう絶対あれはわけわかんないです。どのケースが当たるのか当たらないのかわかんないでしょ。それから防衛出動の承認についても、維新の党はもうそのまま国会承認ってことをそのままも普通に考えてたけども、いやとてもじゃないけど今の国会議員にそんな防衛出動の承認って言ったら、これ宣戦布告なわけですから、信頼を受けるかって言ったら受けませんよ。
で最後戦争するかどうかの判断するときには野党を含めて判断しなきゃいけないんでね、だから3分の2の要件を加えるとか、その国会議員その防衛出動の承認をするメンバーはやっぱり公聴会かなんかにさらしてね、本当に こいつの判断に従っていいのかどうなのかっていうことを公にするとか、その国会承認の今度はプロセスっていうところをもっと考えてよってことを伝えたわけですよ。全然微修正でも何でもないですよ。その過半数だけで防衛承認なんかやる、防衛出動の承認なんてのは恐ろしくてしょうがないですよ。それは全会一致は無理にしてもね、で防衛出動の承認ができないってことはこれ白旗あげるわけですよ。ごめんなさいするわけでしょ。でもそれで場合によっては日本の国土が守られる場合もあるわけじゃないですか。最後白旗あげてね、その公海上 その自衛官とか米官には申し訳ないけども、そこは攻撃受けてダメージ食らうかもわからないけども、反撃をするってことはそれは宣戦布告になるわけでね。でもその時にはそれはやっぱり過半数でいいのかと、憲法改正でも3分の2って言うんだったら防衛出動なんかでも3分の2ぐらいあってもいいんじゃないですかってことは伝えたんですけどね。それはそう対応に入るよ、だからそれ今検討してもらってるみたいです。なんか憲法の規定で過半数とかなんかのなんかあるんですから、憲法の定めのがない場合には過半数なのか、ちょっと僕も憲法忘れちゃいましたけど、なんかちょっと今検討してるみたいです。だからその防衛出動をする承認、防衛出動の承認をするのが今の衆参のあの国会議員全員ができるのかと。だって勉強会の中でもいや安保法制にあんまり詳しくないんでっていう国会議員が多かったんですよ。そこまで勉強してませんとかね、今回の話聞いて初めてそこが分かりましたと。でその人たちが防衛出動の承認なんて恐ろしくてしょうがないです。だからそれを象徴的にね、伝えるために、防衛出動する承認かける国会議員は米韓に乗せて前線に送り込むべきだとかいうふうに言ってたのは、それは荒唐無稽だとか言って、ああいうに真面目に返す国会議員がちょっと おかしな話でね。僕が言いたかったことは、本当に国会承認というものは本当にそんなに適切な判断できるのってことが言いたかったわけで、まあ、そこを今考えてもらってますけどもね。あ、もう一点だけ、その法案提出することによって、まあ、審議に応じてその与党を利することになるんではないかという考えは、まあ、そういう政争にするのはおかしいという。おかしいですよ。だって与党を利するも何も国民が選んだ政権なわけじゃないですか。違うんだったら次政権交代で違う政権を作ればいいんですよ。デモをやるとか審議拒否をやるなんて言ってそんなことでやるんじゃなくて、ちゃんと選挙で書いたらいいだけの話じゃないですか、違うんであれば。だからそれはきちんと対案出して賛成か反対かって言って、これ反対のままだって現状でいいのかって言ったら、大阪都構想と同じですけど、現状はダメですよ。チームワークが機能しないんですから。いやだから日本の単独の防衛力だけで絶対これ今大丈夫だって考える人はそれでいいけども、それはあまりにも現実無視でしょ。もう今第7艦隊と日本の海上自衛隊でもう司令官レベルか、もうちょっと幹部レベルがもうお互いの艦に乗り合わせてね、もうあえてチームワークやってるわけですよ。そのチームワークを機能させようと思ったら、やっぱり仲間が何かあった時には行ってちゃんとサポートしますよっていうメッセージがないとチームワークなんか機能しないじゃないですか。でもそれは純粋にそのチームメイトだけを守るって言ってしまうと他国防衛になってしまうんで、そこをだからどうきちっと憲法に整合するような要件化するか、そこが維新の党の党の存在意義が問われるところだから、やっぱり僕はその案はしっかり出して今の議論をね、国会で論戦させて存立危機事態概念のおかしさを明確化してね、総理のもともとの問題意識をカバーしようと思ったら維新の党のこの法律要件で十分じゃないですかって話をすれば、僕は総理は飲んでくれると思いますけどもね。そんなのは総理だって日本を世界の警察官にしようなんか思ってないわけですから、チームワークを機能させてチームワークでの日本の防衛力安全保障を強化しようっていうのが総理の考え方で、それをダイレクトにカバーする法律要件でいいのに、存立危機事態概念なんていうのをあれを法律要件にしたもんですから、もうぐちゃぐちゃになったと思いますよ。はい、ありがとうございます。他よろしいですか。読売新聞池口です、はい、今さっき言われたその例えば公海上の米韓の公海上っていうのはその日本の防衛に協力してくれてるね、条約上条約上 の、 その米韓防護とかですね、あと米韓だけに限らず他国の、まあ、他国のです、条約上、
そういう、まあ、理念が大、まずありきで、それが大事なんだという話でしたけど、それと安倍総理の理念というのは同じだというふうに、基本的には同じだと思ってます。基本的にはそれはこの間話は、いやそれは知りませんけどそれは知りませんけどね、基本は同じだと思いますよ。それはチームワークとしての防衛力強化と、日本単独では無理でしょうと、これはもう普通今の日本の国家運用してる人だったらみんなそういうことは考え、みんなそこをなんとかしなきゃいけないって思いがあるんだよね。ただそれが今まで他国防衛になったり、他国の 軍艦防護になってしまうと憲法9条との兼ね合いがあったんで、そこをどう整合性を取るかっていうところに知恵を絞らなきゃいけない。そこは江田さんとの議論で最後はやっぱり自国防衛っていうところをはっきりさせるためにね、要は今までは我が国の、我が国が武力攻撃を受けた時っていう、もうそこだけしか自衛権の発動できなかったわけでしょ。で江田さんの考えはそこを武力攻撃を受ける一歩手前、武力攻撃 が来る、まあ、その切迫した危険性がある場合と、で今まではそれだけでは自衛権の発動できなかったわけですよ。だからこの武力攻撃を受けるその一歩段階の前とチームメートが武力攻撃を受けた場合、これを合わせ技一本でね、自衛権の範囲だっていうことにしようっていうのが維新の党の自衛権の再定義ですよ。今までは我が国が攻撃を受けた場合ここだけだったのが、自分たちに協力してくれてるチームメートが攻撃を受け、さらに我が国が武力攻撃を受けるその切迫した危険がある場合、これ合わせ技一本で自衛権の範囲に入るだろうと、自国防衛の範囲に入るだろうというのが維新の党の再定義だというふうに僕は理解していて、そこは江田さんも一緒だと思うし、総理も結局何をしたいかって言ったら、そのチームメートに対する配慮っていうところが一番の問題意識だったと思うんですよ。ただそれがチームメートに対する配慮で今度国際平和支援とかあっちの方になってくると、ちょっと地域も広がってきて弾薬提供とかああいうふうになってきたんで、まあ、そこはちょっと維新の党はかなり歯止めをかけてるみたいですけども、やっぱりチームワークっていうところをどうするかっていうのはもともとの問題意識でね、今回の安全保障の 法整備で日本の単独の防衛力が強化されるなんてことはないんですから。安全保障法制で日本がなんか急に強くなるなんてことはありえない。チームワークをちゃんと機能させましょうよっていうのが今回の安全保障の一番の根幹の部分でしょというところを、まあ、維新の会の勉強会でも言ったんですけどね。の、まあ、法案化するにあたってちょっと、まあ、政府側の法案というのはちょっとやり方を間違ったという、僕は文言は間違ったと思う。だからその今言った、まあ、繰り返しになりますけども、条約上我が国を、まあ、我が国日本国をか防衛する、まあ、義務を負ってる他国の軍隊、が攻撃を受け、そしての日本国が武力攻撃を受ける切迫した危険がある場合に自衛権の発動ができますよ。これが法律の構成要件としたらね、なんで今までは我が国が攻撃を受けた時しか自衛権発動できなかったのに、今回はその他国の分でもこれできるんだっていうふうに言われた時のその理由は何ぞやと言われたら、存立危機事態概念みたいなね、あんな理屈がこう出てくるわけですよ。それは条約上義務を負ってくれてるチームメイトが武力攻撃を受けてこっちも攻撃を受ける可能性も出てきた場合には、それは自衛権発動しないとチームは機能しないでしょうと。これは我が国、それは理屈は何かといったら我が国の生命財産、それが根底から覆される明白な危険と、あとは言い切るかどうかの話で、あっちの存立危機事態概念っていうのは理由の話なんですよね。でもそれを法律の要件に持ってきたもんだから、もうぐちゃぐちゃになったんだと思いますよ。もともと維新の党の対案というのはそこからスタートしてた、存立危機事態概念からねスタートしてたんで、それは違うという、対案じゃないと、そんなのは対案でも何でもないと、もう存立危機事態概念というものに乗っかった時点で、もうこれは対案でも何でもないということで、もうああいうのバーッと言ったんですけど、ああいう一から作り直さなきゃと。だけどまあ維新の党はまあ微修正で済んだとか言ってますけども、まあ言葉は微修正かも分かんないけど、思想や考え方とか論理の思考過程なんていうのはもう決定的に違ってたと思いますけどね。もう一回よろしいですか。だからその範囲だったら違憲と言い切る人は維新の党の案がきちっとまとまって表に出れば、これ違憲だというふうに言い切る人はグッと減ると思いますよ。それは自国の防衛の範囲で、個別的自衛権から個別的自衛権の拡張とも言えるしね、まあ、集団的自衛権の僕は限定的ように、今までは日本は我が国に対する攻撃っていうものだけを個別的自衛権と考えてたから、僕はそこの範囲を超えたんで集団的自衛権だっていうふうにずっとこれまで言ってきましたけどもね、江田さんは別にそこは
そういう一定の要件の下での他国の攻撃、この場合は個別的自衛権の拡張だというふうに言ってるし、まあ、そこはもうどちらでもいいじゃないですかと、自衛権の範囲でね、というところで落ち着いたんですけどね。だって自衛隊法の中に個別的自衛権とか集団的自衛権の言葉を入れる必要ないんですから、自衛隊法の中にはね。だから新しい維新の党の法律の構成要件を明示したときに、なんでこれが今までの憲法解釈、これが憲法解釈と整合性取れてるのって言われたときには、あの存立危機事態概念のあの考え方みたいな話をつら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 述べて、今回こういう条約上日本の国の防衛する義務を負ってる他国の軍隊、まあ、そっちが攻撃を受けたときに行って反撃をしたとしても、まあ、この存立危機事態概念みたいなあんな考え方でこれは自衛の範囲として許されるんじゃないですかっていう、まあ、そういう理屈になってくると思うんですけどね。まあ、存立危機事態概念っていうのも僕は荒いからもうちょっと整理し直さなきゃいけないと思うんですよ。密接な国なんてやってしまうともうぐちゃぐちゃになってしまうんで、それはよろしいですか。